こんにちは。今日のニュースです。反日反米路線をたどりながら、文政権の行き着くところはどこでしょうか。やはりレッドチーム、北にラブコールを送り続けるムンさんですが、どれくらい届いてるのでしょうか。今日はそんなレッドチームにも無視される文政権の記事です。最後までご覧いただけたら嬉しいです。日本より徹底的な無視。北朝鮮の金正恩党委員長と韓国のムン・ジェイン大統領が首脳会談を行い、平壌共同宣言に署名してから19日で丸1年となったが、この節目の日に北朝鮮メディアは一切このことに触れなかった。今年2月にベトナム・ハノイでの米朝首脳会談が決裂して以降、北朝鮮は南北経済協力などの約束を履行せず、米韓合同軍事演習を続けるムン・ジェイン政権への非難を強めてきた。それでも昨年4月の南北首脳会談で採択されたパンムンジョム宣言から1周年の時は、対韓国窓口機関祖国平和統一委員会が備忘録を発表している。警告を非難する内容ではあったが、宣言の重要性に対する認識は示していた。それを考えると、共同宣言から1周年を迎えながらまるで言及がないとは、なかなか驚くべきことと言える。北朝鮮が沈黙している理由はおそらく一つだろう。もうこれ以上ムン・ジェイン政権を相手にしないということだ。現に祖国平和統一委員会は8月16日の報道官談話で、ムン・ジェイン氏が光復節に際して行った演説で朝鮮半島の平和構築などを訴えたことを非難。韓国当局者とこれ以上話すこともないし、再び対座する考えもないと宣言している。それにしてもムン・ジェイン政権に対する金正恩氏の無視戦術は徹底している。日本も政府によるジーソミア破棄などを受けて、あえて騒ぎ立てない無視戦術をとっているが、金正恩氏のそれは日本以上の徹底ぶりだ。共同宣言に全く言及していないのも、何を言っても K 国側に今後の展開への期待を抱かせてしまうと考えているからではないか。一方、K 国メディアによれば、青瓦台は19日、平壌共同宣言について、北からニョンビョンの核施設廃棄の提案が出たことと、緊張緩和のための軍事合意を結んだことが成果だと自賛したという。しかし、北朝鮮が弾道ミサイルをバンバン撃っている現状を考えれば、軍事合意がまともに機能しているかは疑問だ。それに、ニョンビョン廃棄の提案は、米朝対話の進展がなければ実現せず、実現してもイコール非核化の実現ではない。そういえばムン・ジェイン氏はニョンビョン廃棄についておかしな解釈を披露し、米国から抗議の声が上がったことがある。ムン・ジェイン氏は6月26日国内外通信社との書面インタビューで、プルトニウム再処理施設とウラン濃縮施設を含むニョンビョンの核施設のすべてが検証の下で全面的に完全に廃棄されるなら、北朝鮮の非核化は後戻りできない段階に入ると評価できるとの考えを示した。これに対して米ホワイトハウスの関係者らが、文大統領とは考えが同じでないとし、不快感を示したのだ。ムン・ジェイン氏とホワイトハウスのズレを垣間見せるエピソードは枚挙に暇がないが、金正恩氏はまず間違いなくそうした動向をつぶさに観察している。その結果、付き合っていてもろくなことがないなどの結論に達したことが、徹底した無視戦術につながっているのかもしれない。記事は以上です。北にも無視されるなんて、ムンさんは孤立無援状態ですね。あ、まだ中国がいましたね。三不一元条約を結んでたんだっけ。そのためにも日米排除しないといけないってことか。2000年侵略されてきた中国には文句言えないですもんね。今日は以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。